Hey, what's up? As you can see, this is Matabe Goto. I'm gonna be honest, I'm not really a fan of this character. So I'm not gonna be playing him probably after this. But you guys wanted to see him, so I will do one video with him. Trying to find a specific level. That's short. I'm not a fan of this character, to be perfectly honest. Here it is. So Matabe's gimmick is that he has two movesets. He has one with the blade and one with the blade out spinning. So basically you have to manage whether you want to fight unarmed or if you want the blade, when you want the blade to come back. He definitely has a learning curve, but he's not really my style, so he's just going to get a short video. あまり立派ではないかもしれないが、そんなことはありません。間近で見るととっても大きくて不安と柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいならさわっても大丈夫だぞ。羨ましいです。He also has a lot of like single target grabs, which while they look cool, they aren't particularly useful from what I found. Alright, so that's the basics of Matabe. Like I said, he requires quite a bit of management. You have to know what you want to do at the perfect times, kind of like Sokolon. So with that said, I'm going to mute the mic. Enjoy the rest of the video. はやるようだな。だが、まだまだだ。あれれ、あなたもこのふわっと大きなトラさんを見に来たんですか？ 虎のことでしたか。確かにご立派ですな。<笑>しなやかで可愛いミストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない？ マゴイチ殿、どうかこの手で直接それを他人に触れられるのは苦手だが、まあ構わない。減るものではないが、優しくね。おお、これが。
男どもを虜にする孫一殿の。少し乱暴だぞ。撫で回される方の身にもなってみる。これは失礼を。ついこの感触を手に焼き付けねばと。女子同士で一体な何が入っても大丈夫でござるか。転がるな。我らの。なんだ、お前もこの砲台に興味があるの。せっかく珍しい武器を試していたのに邪魔が入ったな。最下級の砲台の話でしたか。拙者はてっきり、いやお前だよ。はあ、いいよいいよ。ちょっと戻ってきたわ。認めよう、お前の力は我らと互角。それ以上だ。せっかく来たんだ。少し温まって油とすすを落としていく。それがどうした。すぐ取り返してやる。あの竹中半兵衛と親友って本当ですか。なんだって。典型的な覗き魔の人相。間違いない。女風呂は断じて覗かせない。マリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア。もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。ちゃんと片付けてね。女衆が残ってりゃ立ちは拾えるでしょ。力ずくで踏み込むとはハレンチな。バラしたいな。誰でもいいから徹底的にバラしたいな。乙女にとって憩いの時の大切さがわからないのか。逃げ出さなかったことは褒めてやるけど、バカだよお前は。私としたことが乙女の憩いを危険にさらす。まだだ、より多くの乙女たちを癒していかねば。命に変えても守る。でもどさくさに紛れてチラッと。バカ、ナオトラ様に見つかったらどうなるか。でも気になる。それは私たちへの挑戦だな。いい度胸だ。男って結構褒められて伸びるってとこあるよね。話さねえ。転がりな。泣いちゃえよ。私たちは一旦下がる。男衆はここを抑えるんだ。へい。お前もこうだ。待ってろよ。
ままじゃわらわまで奪われてしまうわ。新しい処刑法思いついちゃってさ。お前で試していい？また強くなっちゃうよ。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。